徳川家康を追い詰めた男、真田幸村。彼の正体は？どうしよう。実は腰抜け。いつかその幸村を英雄にするため。面白くなってきやがったぜ。サルトビサスケ、霧隠れ才蔵を筆頭に10人の男たちが立ち上がる。その目的は打倒家康。目指すは家康が首、ただ一つだ。この戦絶対に勝てないから。なぜ戦うのか、何を守ろうとしたのか、彼らが企てた王子掛けとは。幸村様、真田中勇士。